土曜チャンネル。皆さん、新年明けましておめでとうございます。いつもなおチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今年もなおチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。さて、今回の動画はですね、2022年の目標と、2022年一緒に戦ってくれる現状の最新クラブセッティングのご紹介、そして現状取り組んでおります、スイング改造について、動画にしていけたらと思っております。ご覧ください。でまず今年の目標ですね。こちらについては、昨年コロナの影響で出場できなかった、岡山県アマゴルフ、こちら初の予選突破を目指して、頑張っていきたいと思います。今のままだとちょっと予選突破も厳しいとは思いますので、スイング改造も含め、ラウンドをこなして調子を上げて予選突破を目指していきたいと思います。それと、平均スコアの方が、昨年は91と、また90を切ることができなかったので、今年はなんとか80台を目指して頑張っていきたいと思います。はい、それでは、最新のクラブセッティングの紹介をしたいと思いますので、こちらをご覧ください。どうぞ。はい、それでは、今年一緒に戦ってくれる最新クラブセッティングを紹介したいと思います。正直昨年と何も変わっておりません。キャディバッグはキャロウェイの、スタンドタイプのキャディバッグとなっております。エピックと大きく入っております。かなり気に入っています。はい、でドライバーはですね、こちら、エピックフラッシュの 10.5 度で、シャフトの方が、こちら、スピーダーエボリューションの3の S になっております。そして3番ウッドが、こちら、ローグスターですね。これもキャロウェイのローグスター。これもシャフトがスピーダーエボリューション4のフェアウェイウッド専用のシャフトになります。S です。硬さは S です。そして、ユーティリティが2本入っております。こちらもエピック、キャロウェイエピックフラッシュの、4番、5番ユーティリティになっております。2本。こちら、このタイプですね。これが入っております。これはシャフトは純正です。どちらも。で、アイアンは、ピッチングから4番アイアンまで入っているんですけど、こちら、キャロウェイのレガシーブラックの、2011年モデルになります。こちらは、ヘンリック・ステンソン選手が愛用していることでも有名な、まあ、名器と自分は思っています。これはもう、程よい大きさで優しく打てるクラブになるので、もうこれはずっと使い続けようと思っております。で、ウェッジが2本、50度と56度が入ってるんですが、キャロウェイジョーズ4自動。こちらは昨年買ったやつですね。ちょっと銀メッキじゃないタイプのものを使っております。そして、最後にパター。パターはこちらですね。L 字タイプのこうやつですね。オデッセイのブラックシリーズ IX9。こちらは昔、石川遼選手が使っていたので憧れて購入したものです。グリップは、スーパーストロークのこういうタイプに変えております。はい。ということで、こちらのクラブを使って2022年も戦っていきたいと思います。あ、ちなみにアイアンのシャフトはスチールなんですけど GS95 の R300 という、
較的軽くて優しいスチールシャフトを使っておりますということですね。はい、以上となります。最後にスイング改造についてです。以前の動画でも紹介しましたが、自分のスイングの悩みとして伸び上がる、溜めができない、左脇が開く、左にスウェーする、インサイドアウトのスイング等があるのですが、それらを一つでも改善したいと思い、スイング改造を行っております。こちらは正面からの素振りになります。腰を回す上で左にスウェーしながら回していることに気づき、腰の回転を左後ろに回すことを意識し素振りをしています。左腰から始動することで自然とためもできるのではないかと考えています。自分的にはこの素振りが理想的なスイングに近く、実際に球を打ってこのスイングができるように頑張っています。こちらは後方からのスイングになります。こちらは実際にアイアンで球を打っています。この日は少し前にシャンクが連発したので、それを直そうと練習に来ています。インパクトで伸び上がって前傾角度が保てないことを直すべく、先ほど言った腰を左に回すことに加え、ダウンスイングで右足をベタ足気味にすることで起き上がりを抑えようと練習しています。この打ち方でシャンクは改善することができました。最後にドライバーを練習しています。こちらも同じことを心がけて練習していますが、ドライバーに関してはアウトサイドイン、アーリーリリース、左脇が開く、伸び上がるなどが目立ち、スイング改善にはかなり時間がかかりそうです。いろいろな方の YouTube 動画を参考に取り組んでおりますが、理想のスイングを手に入れることは永遠の課題となりそうです。いくら練習場で良くてもゴルフ場ではうまくいくことも少なく、改めてゴルフの難しさを実感するばかりです。しかしそれがゴルフであり、ゴルフの面白さでもあると思います。良いショットを打った時の気持ちよさ、達成感は格別です。どこまで行っても完璧はなく、これからも探求し続け、理想のスイング、スコアを目指してゴルフを楽しみたいと思います。2022年もラウンド動画を上げていきますので、ご視聴よろしくお願いします。また、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。